変化球のそのコントロールのつけ方みたいな、こうやったらちょっとコントロール良くなるよみたいなのってありますか？あります。あります。もうこれはもう今日大特価で金利手数料持ちますんで、ぜひ皆さん最後までご覧ください。これはね、はい、結構自信持って、僕はどちらかと変化球投手だったので、はい、伝えたいのがキャッチボールで変化球やるんですよ、うん、あ、普通にこうやってキャッチボールしてるときに、まあ、普通ストレートですよね。ストレートっていうか、そんな意識もないまま普通に投げてますよね。そうそう、もう皆さん割合がもうまっすぐの練習ばっかりするんですよ、うんうん、それはまあもちろんフォームを整える意味でもそうなんですけど、ただ実はですね、いろいろこう分析していくと、メジャーリーグって変化球チェンジアップをしてたり、はい、で、カーブを投げさせる、多分ね、レベルが上がってくるとカーブ投げるとフォーム治るよってコーチから大体学ぶんですよ。へー、実は変化球の方がちゃんとしたフォームじゃないと投げれないんですよ。日々のキャッチボールからもう半分以上入れるっていうような練習をしてもいいと思います、うん、僕は。これって例えばそのカーブでもスライダーでも、まあ、その球種的には自分が自信あるやつとか勝負したい球でそのキャッチボールも投げていいってことですか？いいってことです。もし言ってしまえばエンドもやった方がいいです、僕は。自信があるっていうか、もうホーム的に問題がなくなってきて別にいいんであれば、もうしっかりとカーブとかでガーンってやると曲がりとかが分かるんで、大きい曲がりしてくるんで、あ、その軌道が分かるから、分かるんで。そう、ただリリースの位置がちょっと変わるんで、うん、まあ、ただやっぱりその感覚をつかんでいかなきゃいけないんで、日々やっぱりリリースって変わってるんで、もちろん合わせるんですけど、まあ、ここでいくとこうなるんだ、ここでいくとこうなるんだ、ここでいくとこうなるんだっていうのは遠投するとよく分かるんです、軌道が。ここだとこう曲がるし、ここだとこう曲がるしってなるんで、今のいつものダメなパターンですけど、どうしよう、どうしよう、いきなりスタッフに聞かないでください。いきなりそのところ何かなと思って、いい話してんだなと思ったのに、どうしたんですか？そうそう、いつものほら、またやってると訳分かんなくなってくる。いやいや、別にこうやってライブに持ってるわけじゃないんで、いわゆるリリース投げるところとかによって軌道が変わるから、それが短い距離より長い距離の方が軌道が確認もできるし、リリースはいつも確認できる、確認できると。さっき言ってた、中村さんが言ってたそのゾーンに入れるの難しいじゃないですか、うん、それは僕全然難しくないですよ、実は。そうなの？変化球も実は簡単なんですよ。それをやってきたからと。はい、はあ、まあ、前回のあれ動画かもしれないですけど、ふわっとしてる感覚がなければ僕はもう10球中8球入れられます。ちゃんと地に足ついてて自分のコンディションが良ければ、はもう8割は僕目つぶっても入るの。本当？本当です、本当です。今度やるよ、今度言ってくれ、ね、まだもう目隠ししていいです。目隠ししてたけど、本当に自らハードル上げたよ、今。本当、本当に。じゃあ球場入る前から目隠ししてた。いや、何も見えないですか？マウンド高さするの？マウンド登ったのはいいんだけど、外野方向だけど。本当ですよ、本当に最初にちょっと感覚だけつかましてもらって、ちょっとなんかピッチング練習ちょっとやらせてもらって、目隠ししてやったら、どれだけその体の感覚とリリースだけで投げれるかっていう、うん、それ得意球は何だったんですか？変化球、カーブ、スライダー、うん、横にしてからカーブですね。じゃあカーブでやってみますか、今度。ですか、今度。じゃあキャッチャーもちゃんといて、そう、そこに僕が目隠しして10球投げたら何球ストライク入るか、じゃあ心配やってくださいよ。じゃあ俺が心配してください。じゃあやりますわ。じゃあそれちょっと決めておきましょうよ、うん、10球投げて何球入ったら、じゃあ中山合格ライン6でしょすか？半分以上、半分でいいですよ。半分以上いったらすごい、目隠してですよ。はい、でいいっすよね。いや、それは結構ハードル高くて、それ入ったら、いい、ね、入ったらこれ推奨していいですか、みんなに。推奨していいし、子供も高校生やってくれって。俺なんか怒りますわ。じゃあ、あ、本当ですか？じゃあこれ、じゃあ逆に失敗した場合どうします？失敗したら怒りますわ。ここだけの関係の話だ。これ、ね、失敗したらちょっとね、視聴者の皆さんに、そうそう、失敗したら謝ってください。すいません、この練習もダメでした。そうなったらこのチャンネル自体がダメになってしまうので。ね、はい、まあ、でもちょっと面白い企画かもしれない。それだけ自信があるってことであれば、そうなんですよ。もうそれだけ体に染み付いてる感覚とそのリリースの感覚があるんですよ、ね、できちゃうので。だからまあちょっとね、僕もブランクあるんで、ちょっとだけ感覚さえ戻してくれれば、まあまあかなり自信はあります。ちょっと初めてこの番組のね、外ロケグランド企画が、そうですね、ついにひょんなことから誕生しました。ねえ、ぜひね、この実践バージョンをじゃあ、はい、していただきたいと思います、はい。まあ、あとね、最近ところはやっぱりこう新型コロナウイルスの感染拡大防止でやっぱりね、外出なかなかできないと、うんうんうん、で部活動もね、こう休止になってたりとかあると思うんですけど、うんうん、
うちの中でなんかこうトレーニングできないかなっていうのってみんな思ってると思うんですよね、はいはい、でそれがやっぱり学生さんなら学生さんだったらより一層そう思ってると思うんで、はいはい、まあ、ピッチャーなんか特に、はい、何かこうピッチングコーチを経験した中山さんだからこそ言える、家でのなんか練習を手軽にできるというのってありませんか。練習のまあシャドウピッチングっていうのはボールを持たずに、そう、持たずにタオルで、あのタオル持ってきたんですけど、タオルでこれね、タオルの持ち方結構大事なんですよ。これよくさ、プロ野球選手がキャンプのね宿舎帰ってやってるけど、ただこうやって投げてるに見えるんだけど、そうじゃない。そうじゃないですよ、これね、大事でですね、こう指開いて開いて、これ置くじゃないですか、ここにこう乗っける、乗っけて掴むんじゃないけど、乗っけんだ、乗っけて、この間からピュッてやるんですよ、こうやって。あ、ちゃんとそのなんだ、あの離れないですよ、タオルを手にちゃんとかけるんだ。こうやって、はいはい、かけてやると抜けないんですよ。ちゃんと引っかかるんで、これが、まあ、僕はこっちがいいかなって思って。中山推奨バージョンは、推奨バージョンはここね、たまにするバージョンもあるんですけど、こうやってちょっと重りをつけるっていう意味で、はいはい、こっちにこうちょっと、ね、重しをこうやってペペペ、あ、いろんなやり方あるんだ、これ。でこれ持って、まあ、距離出してこう遠心力かけるっていうやり方もあるんですけど、でもこっちも、まあ、分かんない、こっちの持ち方は皆さんこうやって普通に持ってるんですけど、まあ、僕はやっぱり実践に近いかなと思うのは、あ、さっきのやり方の方が、まあ、しっくりくるかなっていう、まあ、確かにボール持ってるわけだから、その重心をそのタオルの前に置いたらちょっと感覚変わっちゃいますよね。そうですね、うん、まあ、これでシャドウするのがまずいいかなっていう、うん、はい、でそのままそれで、あとはこうやってピッチングフォームで投げると。そうですね、うん、やっぱり、まあ、本当は鏡の前でそのシャドウをしてるのが まずは一番いいですね。まずは自分のフォームをちゃんと見ながらやるっていうので、うん、でそこで、僕はどちらかというと、まあ、その球を速くするわけというか、球を速くしたい子であれば、やっぱりそのシャドウでまず腕のスピード、うん、っていう速さを、うんうん、速くするっていうのはありかなと。でいわゆるこのよく長嶋監督が、ね、うん、松井秀喜さんと一緒に、ね、うん、バッティング練習して音でいいか悪いか判断するって、はい、そういう逸話があるんですけど、はい、そのいわゆるピッチングバージョンってことですか。 それのさらに言うとリリースの場所で音が鳴るんですよ、うん、これをこう投げるときにこの辺でボッと音が鳴るのか、それとももうちょいリリースね、このリリースの場所で前で投げれてるのかっていうのが、これ結構大事で、うん、ボールのそのリリースが、まあ、ここで投げるのとここで投げるのとでは全然打者からしたらもう球持ちがいいって言われるんですけど、うんうん、全然違うんですよ。前の方がいいもちろんですよね。そうですね、距離が縮まって、うんうん、ここからボンと投げられる距離感とやっぱここで投げるとではもう打者のここの差ぐらいあるので、うんうん、やっぱりリリースが前なほど打者の方まで来るので、はい、ぐっと回転が速い球が手元まで来るんで、うんうんうん、やっぱ打ちづらいわけですよ。っていうそのリリースの練習に僕はシャドウを一番使ってほしいなと思って、ここでボッボッって言ってことはこの辺で振ってるんですよね。なるほど、ここから音がしてるってことですね。そうですよ、ここでもうスピード、まあ、一番のスピードが来て一番力入れてるんじゃなくて、うん、実際本当にここのイメージなんですよ。ここで本当にいいピッチャーだったら最後の最後でボンってここで音が鳴るんですよ。これを意識としてね、リリースの場所の音を意識してシャドウすると変わると思います。でもタオル使ってるからなおさら音がするから、ここで音するよりやっぱここら辺で音してる感覚を掴んだ方が、はい、球がこう速くなる、リリースのポイント、はい、投球が上手くなるポイントを感じれると、はい、簡単なのはね、そう、そうそう、今ちょっと思い出したんですけど、エンジンかかってきましたよ、ね、はい、グローブちょっと溜めてもらって、あ、俺ですか、で、はい、ちょっとこの辺に置いといてほしいんですよ、グローブを。この辺、はい、あとね、閉めといてもいいんですよ。閉めて、うん、はい、で、横にちょっと出してもらって、はい、誰かとやるときはこう置いといてほしくて、うん、で、リリースをするときにここでこうマシャドするじゃないですか、ちょうど当たる位置に置いといてほしいんですね。ちょうどね、そのリリースの位置にグローブ置いといてもらうと、はいはい、そこに当たるんで分かるんですよ、そこにパンっていう感覚があるんで、うん、まあ、グローブっていうよりもバットとかの方がいいんですけど、うん、そこにこうパンって当たるところに置いといてもらって、そこに当てるっていうのでリリースの感覚をこう掴んでもらう。まあ、もう本当にリリースのポイントをここで設定しておいて、 そうですね、そこに向かってシャドウすることによってここだなって感覚を身につけると、はい、最初わからないっていうのがよくあって
ってそのリリースが後ろの人っていうのは先にもう力入れちゃうんで、うんうん、そこでリリースしてしまうんですけど、リリースを前にするためには力をずっと抜かなきゃいけないんですよ、うんうんうん、でどこまで抜いていいんだろうと思いながらも本当ギリギリまで抜いた方がいいですよ。ボール離す時まで力入れちゃダメなんで、まあここだよっていう意識づけをこうやってパチパチとしてると、はあ、なんとなく分かってくると思います。分かりやすい目安を設定してるね。目安を設定、目標があると、あ、そこまで力入れちゃいけないんだ、そこまで力入れないように投げるというふうにやっていくといいかなと。なるほど。これバットでもいいんですか？あ、バットの方がいいです。これとちょっと手痛いと思うんでね。でもバットの方が痛くないですか？当たったら痛くないですか？これあ、なるほどね。タオルが当たるね。なるほど。でもそこら辺はちょっとうまく、じゃあ感覚を。そうですね。開けてちょっとバーンと。ねえ。なんかちょっと中山さんは失敗して手当たって骨折したみたいな、いつもないかなと思ったんですけど。ないですそこまでは天然じゃなかったです、ね、まあ、こういうふうな設定をするということなんですね。シャドウの意味が分かりましたね。シャドウが、ね、まあ、シャドウはいろんな意味合いがあるんですけど、うん、まあ、そのうちの、まあ、今 の、 その家でね、何かポイント一つ絞ってやるんだったら、まあ、そのうちの一つとして、まあ、リリースポイントを意識したシャドウをするっていうのはいいんじゃないかなと。はあ、思います。プロもシャドウやってますしね、はい、そういう意味では基本中の基本なんで、はい、ゆくゆくつながっていくというところです ね、 そうですね。引き出し持ってますね。あ、元投手コーチまんざらでもないような感じなんですけど、まだまだ聞きたい感じもありますけども、はい、ね、また次回にということで、はい、ね、まあ、なかなかあの家でねこう過ごす時間も多くなると思うんで、このチャンネル見ていただいて、あのプレイヤーの方はねちょっとためにしていただいて、ね、その他の方はぜひあのおっさん2人がね楽しく野球の話してると思って、お家で楽しく聞いていただければね、とてもこのチャンネル、ね、意味があるかなというふうに思っておりますんで、今後ともぜひお付き合いいただきたいと思います、はい、ということで皆さんチャンネル登録一つよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。